すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、全機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B、 ロスト、装備、 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン B、 ロスト、2B が隊長任務を継承。
上通信システム通信システム SCU が組み取りでまるで採択し近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや。これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。通信回復。住民さん、今すぐ高速道路に移動しよう。ポッドプログラムのダウンロードを終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。
了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出して、めんどくさい。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 To be。Thank you.
ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
分かってる。通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは。ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。
標、超大型兵器発見。目標の超大型兵器破壊する。援護します。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。
ます。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。分かった。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。
準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。潜水を許可します。